兄さんもよう酒飲むらしいですね。俺は昔からやな、もう言うたらあのな、そんなに言うほど、うん、多分好きではないと思うね、うんうん、晩酌とかせえへんから家におっても俺一切飲まんもん。ただ強いね、もともとめっちゃ強いから行ったらね、だからちょっと飲み出したらもうあかんねんな、うん、ちょっと飲み出してほろ酔いだったらもうとことん飲まなあかんようになってまうね。なかったらなかったで全然ええねん。この前なんか和歌山で元気だもうずっと飲んでたんだよ。あいつすごいわ、ビールばっかりやねん。ほんでビールばっかり飲みよるからな、タコつくねん。ほら途中からもう焼酎とか飲み出して、自分で持っていた焼酎とか飲み出す、あいつビールばっかり飲んどんねん。すごいだよ。でもう言うたら車で行ったから、ワンボックスで行って、うん、俺は2列目座っとって、俺中入った瞬間、いきなりもうカバンから、うん、兄さん飲みあるでしょって、もう出してきとんねん、こうやって。で、2人で飲みながら、もう車の中で5、6本飲んでから、向こう着いて、ね、みんな用意とかするやん。まあ寝なあかんねんけど、うん、夜中着いてるから、いきなりまた座ってもう飲んどんねん。よう飲みおるな。お兄さん付き合うわけですか。夜はもうそれまあ言うたらもう入ってるから俺はもう、まあ、それ付き合うて飲んでるけど、あくる日また行ったって朝起きるやんか。起きて俺らはまあ歯磨いて、朝から俺ビールとかあんま飲まんし、もう歯磨いたらもう朝からビール飲んどんねん。もう宮崎元気すごいわ。あいつほんま師匠目指しとるわ。もうね、なんかどうじゃないか、どうこうもだんだん師匠に似てきてるんだよな。まあでもやっぱりそう憧れてる人 に似ていきますからね。なでも前はあいつ強い、うちの相方なんか昔強かったんけどな、はい、あいつ今弱なっとんで、そうですか、ヘロヘロやもう、もうちょっと飲んだらな、何言うてるか分かれへんね。もうあの末期の春長師匠みたいな。そうそうそう。俺言うたら高校時代からずっと強いとんねんね。だからもう言うたらどのぐらいや、もう40年近く一緒におるやんか。その俺がやで、何言うてるか分かれへん、こいつ何言うてるか一個も分かれへん、あのキャッチインやんか、ヘロヘロはあ。弱なっとるわ。まあでも年齢的にもね、兄さんも、まあ、言うたら 50? もう3や、53や。もう言うたら昔俺ら入った頃53の人なんかもうみんな師匠やんか。だでも最近ちょっと若手の年齢層が上がってるから、はいはい、まだ兄さん兄さんって呼ばれてるけど、俺ら言うたらもう40代の人でももう師匠やって。そうでした、入った時はもう師匠や、はい、俺ら入った頃配当賞も言うたら40代や、でもう師匠やみんな、あのぐらいの人はな、でも俺らもう50超えてるけどまだ兄さんや、絶対上がってきてるよ年齢層がギュッと、そういう呼ばれるのかな。ほんで、まあ、ほんでまた若手もね、もう入りすぎやぐらい入りすぎやわ。それもあるな。こんなで僕入った時、僕とこ山田雅人と僕2人とぐらいでしたよ、あと酒田香織ちゃんとか、うん、あ、そうかそうか、あの辺ぐらいでしたからね、4、5人ですわ松竹芸能の。そら言うてもいらが、何 NHK の、はい、漫才のコンクールの時やったやんや、あの時若手予選来てたら30何組やったんちゃうかな。そうでしょうね、もう今言うたら初めの1時とかやったらもう何百組とか来とるやんか。俺も多分32か3かそんなんやったで。ちょうど兄さんらとか僕ら世代は漫才ブームが終わった後やから、世の中にもう漫才とか言うのがかっこ悪いとか、そんなん誰がすんねんっていう古臭いとかね。まだ俺が入った頃にはちょっとまだ名残が残って、名残があって僕らの時にはもう全くなかったから、僕の1年、僕1年間後輩誰も入ってこへんかったからね。あ、そうかそうか。僕その後マンボウが入ってきよったんさ。あれが入ってきよった。また偉いの入ってきよってんな。めちゃめちゃ年上。めっちゃ年上が。あいつもなんかしかずっと口臭かったな。口臭かった。絶対ずっと言い悪いはずやねん。大正代のお知見。ああ、そうか。もうそんなんか。そうそうそう。で、またその下に1年入ってこずに、次、加藤とかがね。はいはいはい。入ってきて、また。メキシコ台風な。メキシコ。でまたマンボウが偉そうに言うわけですよ。はいはい、1年変わるだけやろ。1年あるお前ら分かってんのかい。なんで俺が言うたら、マンボウおらええかもしんねえ。言うて。マンボウからしたら屈辱的やろ。6歳も年下のやつに偉そうに言われてるから、ね。呼ばれとんねこの世界はそれがルールやからね。まあ、そら、言うても、俺入った時、安子恵子さんとかちょっと上にいてあったけど、安子さんは俺の年下やけど、姉さんやから。これはしゃあない。で、今はちょっとそれが、ちょっとこう緩なってるとこあるやんか。今の若い子らは。確かにな。うん。そんな、今の若い子、6歳上のね、まあ、ね、やつに下のやつが、ふらーって言わへんやん。俺、マンボウにめちゃめちゃ怒ってたから、ね。マンボウかて、ケンちゃん、ケンちゃんよ。ケンちゃん、いや、ケンちゃんね、よ。先輩やねんけど、そこは一応ケンちゃんや。ケンちゃん、家泊まらずに、泊まりに行ってええかな。家泊まりに来んねんで、ね。6歳も7歳の上のおっさんが。
とも不思議ね、不思議なやつやったわ、不思議でしたね、マンボウ伝説。あの頃ほら劇場なんかでもちゃんとお茶子のお姉さんがいてあったんやからね、あのお姉さんは何も分かってて、でも、うん、芸人さんには師匠って呼んでくれるやん。あ、そうですね、でうちの相方があの、うん、姉さんが師匠、うん、師匠って呼んでくれるから、うん、もう俺が入ったとこやに、うん、そんなん師匠いりません、うん、ともう3付けもキャッチさんでいいですよ、うんうん、あ、分かりました、うん、キャッチさん、マンボウ師匠からお電話ですほな俺も師匠でええわって言うの切れとったで、こうな、あのパルパルパルコいうのがあってパルパルパルコあった 俺、ちょっと待って、俺めっちゃ痛いわパルパルパルコやってる時に、あのみんないろんな劇場作ったりやっとったやんかほんで、いろんなとこ回っとったよ、劇場がちょうどなくなった時やんなくなったとこやから、でもね、京都かどっかのビブレが行った時、ビブレですよ、ビブレホール、ビブレ行った時に、寄せやで、それもギャラ言うたら200円やん、一応200円来るよね、でそこから20円引きおるやん、180円やん、交通費にもなっとらへん、その日俺らお笑いスター誕生のオープニング撮りやってんで、それを飛ばしてビブレ行かしとんで、俺何考えとんねんよ、また当時のあの会社ね、びっくりしたわ、開発か、そうそうそう、開発させない、開発か、開発させんかったね、開発仕掛けたらもうそこで手放っちゃうね、上に。タコ上げて、あ、ちょっと上がったなぁ、ほんだらもう手放っちゃうね、こうやって、まあ、それで次上げようとしよう、そうか、あの辺のシステムだね、びっくりしたわね、オンエア見たら、今日はバッテリーはちょっと他の用事でオープニングには来られてませんよ、ビブレサタデー、ビブレのホールやびっくりしたわ、ねえ、当時だから暗黒時代よ、暗黒時代やわ、シンプルが入った時が一番暗黒時代やで、いや、あ、そうやな、ほんまほんま、でもおもろいやつ、あの頃いっぱいいましたよ、僕だから僕が入った時に、うん、やっぱりザ・バッテリーさんはごっつ有名やってんけど、うん、そのショート・ユーさんとかね、そうそうスクランブルさん、ハッサグ・モエ、ハッサグ・モエもおもろかったよ、でその後にやってきたビッグ・ブラザーズとか、うん、サザン・クロスとか、うん、あの辺もおもろかったよ、うん、面白かったですね、うん、だえシンプルやそれよりまだしたの、僕その2年ぐらいやってたんです、暗黒時代やから、うん、結局だあかんかったんや、うん、おもろかったのにな、おもろかったですよ、うん、暗黒時代から、暗黒時代なんちゅうても暗黒時代や、暗黒時代のにあの辺の若手もちょっと頑張っとったよな、頑張りましたよ、 NHK の賞取ったりな、ビッグブラザーズもね、うん、本気ナイトパフォーマンスからかって、うん、あ、 ありましたありましたありました、うん、あれ本気ナイトパフォーマンスやってる時が一番暗黒時代の、多分そうや、切り札やあれが、でも一応正直芸の番組持っとったもんな、一応持ったんですよ、あれ持ってたもんな、一応持ったんですよ、ようかん今ないぞ、ないよろ、ないっす、あんなんないわ、この間久々にカドパー見たぐらいやわ、全然ないですよ、そやそや、あの頃でも一応持っとったからな、まあまあまたこれからね、でもそっから考えたら、うん、よう小中芸能今戻してきてるよ、うん、すごい戻しよ、あれは吉本の林会長がなくなったから、まあまあね、いろいろ垣根がちょっと緩くなったよ、ね、いろんなことが、ね、吉本さんと一緒に出れるようになったから、うん、おいらそれからそれ考えたらほんま暗黒時代や、暗黒です、ね、一切一緒に出してくれなかったから、うん、あ、なかったですね、出てたのスルメ2班ぐらいやわ、まあまあ時代がちょっとこう変わってきてね、ただあれを経験したっていうのもまあ強いというは強いですよね、まあそうやな、まあ、ほとんど辞めはったから、やめたね、芸人さんほとんど辞めたから、辞めましたね、俺らと同期残ってるのほとんどおれへんもん、言うたらいないですよね、おれおれ、あのチャランポランでさえ解散してもだからな、うーん、タージンさん一緒でしょ、タージン、タージン、チャランポラン、バッテリー、バッテリーね、あとまあ言うたら、新喜劇のミッチ安江ちゃんや、あ、それぐらい残ってんのは、そんなもんや、すごい暗黒時代、暗黒時代、東京行ったらまだその辺の人は残ってはんねんけどね、あのスターダンスに出てた頃の人なんかやったらまだ残ってはんねん、どんな人ですか、ブッチャーブラザーズ、あ、デンデンさんもちゃいます、あ、デンデンやな、デンデンさんは年だいぶ上やけど、役者さんで、ね、出てた頃は一緒やな、ね、そうですね、そうやわ、小柳トムさんとかね、あ、そうそう、トムさんもそうや、一緒ぐらいです、一緒ぐらい、一緒ぐらい、ちょっと先に出てはったけど、あ、トンネルですね、トンネル、トンネル、トンネル、それは東のトンネル、西のバッテリー、はいはい、ミスター梅助とか、あー、梅助さん、六方全書持ってる、そう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 、でもマギシロさんも出てはったからな、マギシロさんも出てはった、シティボーイズ、まあ、まあ結局あの辺の人たちが世に出る番組がお笑いスターなんで、うん、そんなやっぱ時代が流れてザ・漫才があったりとか、その後 M1 があったりとか、キングオブコントとかいろいろ、まあこう、そんな出だし頃に俺はもうベテランになって戻ったからな、まあまあでも今またそういう番組が世に出れる番組があるんですからね、あるからね、うん、この間あの見てたほら京丸京平さんなんかでも俺一緒に出とった頃やって、あで、ね、最近ちょこちょこ出てるやんか、ね、じゃん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 、はいはいはい、もう頑張ってほら やったやり続けなダメですね、そうやな、やり続けるとどっかでまた来るんやね、継続は力なりゃよ、ほんまにということですよ、はい。